今回はこの文字の読み方を練習していきます。ではまず、この文字の読み方のお手本を見てみましょう。口の動かし方をよく見てください。まず、正面の唇の動かし方を見てみましょう。では続いて、横から取った唇の動かし方を見てみましょう。今聞いた音は、この発音記号で表します。この音を発音するときは、唇を日本語のうよりも強く丸めて音を出します。長めに音を出すようにしてください。それではもう一度お手本のビデオを見て発音の仕方を確認しましょう。Let's practice う sound. Ooh, hugh. Ooh, sue. Ooh, cue. Ooh, do. Ooh, blue. Ooh, glue. Ooh, true. Ooh, avenue. Ooh, argue. Ooh, duel. Ooh, fuel. Ooh, cruel.